はいどうも皆さんこんにちは。動画内でたまになんとかしろよバカとかっていうアンチコメントついたりするんですけど、もっと丁寧な言葉遣いをいたしましょう。バカじゃないです、おバカさんです。クラカチャンネルのーケースケジキックのーケースケです。ポーンということで、バカとか言っちゃダメですよ。私ケースからバカではありません。丁寧な言葉遣いでおバカさんってコメントの方よろしくお願いいたします。で、そんなね、おバカさんの私、ケイスケ、今日は何をお送りするかと言いますとですね、はい、こちらですね、ケイスケ実況局ですね、チャンピオン2にいるんですけども、なんとなんとね、ミコトさんとマッチングしたんですよ。これびっくりですよね、日本クランの、日本のめちゃくちゃ強いクランのミコトさんに、当たりまして、いや、ほんと、ミコトさん、この度は対戦ありがとうございます。でね、で、今回ね、すごい、攻めをね、はい、こちら、私は世界一のダニデスさんですね、すごい名前だな。ダニさんがね、すごい編成でね、前回撮ってたんですよ。なので今回はですね、こちらの、ダニさんのですね、そちらの編成のリプレイですね、もう変態編成を見つつ、で、自分もね、クランリーグね、一回ね、攻めなきゃいけないので、今回はちょっとダニさんの編成を真似ていきたいなと思います。はい。で、その編成がこちらですね。クイヒーのイエティ編成となっているんですけれども、クイヒーじゃない、ウォディヒーのイエティ編成か。で、まあ、これを見ると、まあ、結構ある編成かなと思いきや、はい、左下、バルーンが14体もいるんですよ。で、さらに、10日弊社の中身がマジで、うえってびっくりしたような、そんなレベルだったね。ちょっと見ていきましょう。いや、本当にね、びっくりした。なんて言ったらいいんだろう。まあ、タウンホール13が出る前にね、少し紹介した、オサムスペシャルっていう、オサムさんが開発した編成があるんですが、ペッカボーラーに、裏ロックボマー。で、ロックボマーを守るために、ラバハンドとバルーンを数体積んでた、いるような、そんなね、編成をね、紹介したと思うんですけども、まあ、それのね、ラバハンドはなしにして、こう、ロックボマーじゃなくて、10日弊社にしたっていう、そんな感じの編成になってるんですよ。で、まあ、10日弊社の中身、皆さん楽しみにしていてください。本当にね、すごいですよ。いや、ただね、サムネやタイトルでね、ネタバレしちゃうかもしれないんですけども、マジでね、びっくりした。まあ、まずはね、援軍を釣っていっていうのは、まあ、ウォデヒーで援軍処理の方をしていきましたね。ウォデヒーで援軍処理っていうのもなかなか、すごいですよね。で、まあね、ウォデヒーでね、まあ、サイドカットしてるわけです。おじいちゃんがね、頑張ってね。しっかり、少しこと、カットの方をね、していって、で、でよ、まだ出さない。あ、今出しましたね。出していっての、まあ、ババキンをこれ外周流すような、そんなイメージかな。で、はい、来ました。10日弊社を出していって、ババキンペッカで、ウィズも貯めているっていうのがポイントですかね、今回。で、ボールブレーカーで1層目は壁開けしていきます。まあね、結構ジャンプとかクエイク使う人最近多いと思うんですが、呪文ワックスをね、節約でそうだったらね、ボールブレーカー積んでいくっていうのもありだと思います。で、からの、そしたらね、はい、ここにですね、まあ、ジャンプ打っていって、中に入れていきます。で、まあ、今回良かったのが、まあ、ペッカビズでターゲット取ることによって、ビズたちでこっちのね、火力の高いクロスをね、削っていってるのが大きいですね。で、来ました。はい、10日弊社が割れて、中身ラバだったのよ。もう、10日弊社の中身、ラバって、すごくないですか？びっくりしました、これ自分見た時。で、ラバハンドがそろそろ対空砲の方に当たってくるっていうタイミングで、バルーン出していって、で、このバルーンたちにヘイストとフリーズをね、使っていくっていう、そんな攻め方になってます。で、こっから回していって、しっかりとバルーン6時方向ですね、削って、中はもうイエティ部隊で削っちゃって、で、外周をですね、まあ、ロイヤルチャンピオンとラバルでね、こう削っていくような、そんな攻め方でね、はい、10日弊社の中身、ね、ラバっていうのがもう、面白いですよね。いや、この編成もね、結構面白くてね、見た瞬間びっくりしてね、あ、なるほどなって思ったんで、今回ですね、ちょっと私は世界一のダニさんの、こちらの編成をね、真似てね、クランリーグ攻めてみたいなと思います。はい。編成はね、こんな感じですね。イエティのさっきの編成と若干似たような感じでございまして、攻めるのがね、こちらの花輪さんの配置ですね。行ってみたいなと思います。まあ、攻め方としては、まあ、まずここにバルーン出してって、ホーミングチェックをしていきながらのウォデヒーで、ここの施設のカットをね、していきましょう。で、からのね、ここにイエティを出していって、で、大砲アーチャータバーのタギを取りつつ、まあ、バルーンを2体投げていって、大砲カットからのミニイエティで、ここのアーチャータバーを削ってもらいます。で、まあ、ある程度削ってもらっていったら、これね、削っていったら、まあ、ここですね、1層目壁を開けていって、で、
ここですね、壁を開けていってて、ここにジャンプを打ちます。でからの、イエティと、イエティヒーラー、アチャクイババキュンをしっかりと入れていって、こう中に進行していって、まあ、ここら辺の区画を削ってもらいます。で、そしたらね、中入っていったら、まあ、だいたい12時ですね、てっぺんに投下兵舎を投下しつつ、ここら辺をどん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 、削ってもらって、で、後から出てくる、ラバーハンドですね、ラバーバルニで、ね、ここの施設をね、こう当てていって、バルーンたちを当てていって、で、こっち方向にロイちゃんを出していって、こう、なんて言ったらいいんだろう。対空砲を削ってもらうみたいな、そんな感じ。で、今回ね、花輪さんの配置全部対地クロスだったかな、全部クロス、あと、あれクロス、あと2つ、あとあった。全部クロス対地なので、中盤以降、空にが刺さりやすいんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、早速この編成で、ね、攻めてみたいなと思います。なので、行きましょう。オッケーオッケーオッケー。オッケー、大丈夫だね。大丈夫だね。行きましょう。待って、ヘイストフリーズをどこで使うか。まあ、ヘイストフリーズはね、ちょっと、いろいろ様子を見ていきながらやっていきますんで、行きましょう。レッツゴー。さあ、やったるで。ワイやったるで。まず、とりあえず、バルーンでホーミングチェックをしていきながら、オッケー。で、ウォーデン、あ、やべ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 、ちょっと待って、やべ、やべ、テスト、カードテストはダメだって。カードテストが、いや、やるな。やりますね。やりますね。ちょっと、バルーンでしっかりと大砲とかを。削ってって、しっかりとね。で、EAT、どれぐらいで削るか、これ、援軍釣れるね、間違って。間違って釣れるとかって、パターンやめろよ。OK。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じに削っていけたんで、こっからじゃあ、ジャイアントを出しつつ、ターゲットを取って、ボールブレイカーで、壁開けの方、やっていきましょう。で、こうやってアイスゴーレムが連れていったので、しっかりと、いいですね、アイスゴーレムが連れていったんで、こっからね、ちょっとアチャクイもつけてって、援軍処理早めていきましょうか。で、しっかりと、もうちょっと、ポイズンは落としといて。ああ、あと、ガゴで削れるところは削っておきたいですね。ここら辺とか、時間切れ防止用に削っておきましょう。削っておいて、しっかりと、肩の方やっていきます。で、からのババキンを出していって、そろそろ1体目が、削れるので、ここから一気に出ていきます。いいよいいよ、悪くない悪くない。で、ここでさ、ジャンプを打っていきながらの、待って、反応してない？ウォーで反応してなくね？ウォーで反応してなくね？オッケーオッケーオッケー。で、さあ、こっからしっかりと、レージを入れていって、バワキンも、アイアンフィスト、発動させていって、しっかりとね、えぐっていきましょう。で、からの、こっからさ、しっかりとどん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 、中入って、中入って、どんどんいいよ。で、ここでちょっともうトーム、シングルインフェとか怖かったんで、シングルインフェを、展開していきな、やべ、投下弊社出すの忘れてた。そして投下弊社を出すの忘れてた。でも、こっからさ、しっかりと、投下弊社を出していきながらの、しっかりとどん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 。ね、これちょっとギガインフェのダメすっげえ食らうな。ギガインフェのダメすっげえ食らうと思うんだけど。でもまあ いや、もうロイヤルチャンピオンをここから出していきながら、しっかりとどん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 削ってもらって。で、あとはね、まだ出てこない。まだラバーハンド出てこない。まだラバーハンドが出てこないぞ。しっかりとどん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 、削っていってもらって。で、からの、もういいや。展開していきましょう。で、バルーンをしっかりと展開していって、こっからようやくラバーハンド登場。で、からの、ペーストを使っていって、で、フリーズ一旦、やっときましょう。で、フリーズ、投下兵舎たちにこう、投石機に対して、フリーズをしっかりと落としていきながら、さあ、どうだ？こっから、ラバハンドに、こう、ちょっと、ラバハンドがちょっと、あ、待って、あれ、対空砲全部壊しちゃったから、バルーンが先行しちゃってる。やばい、これどうだ？大丈夫か？投石機が残ってて、この投石機とバルーンの、組み合わせ。あ、でも、アチャクイヒーラーボーデンがまだ残ってるから、ワンチャンあるぞ。ワンチャンあるぞ。どうだ？これ、ちょ、オッケー。で、ラバがいい感じに、オッケー。投石機、あれ、中心部分、あれ、攻撃できないから、なんかいい感じになってる。で、パピーたちで、しっかりと回収回ってって、で、ロイヤルチャンピオンを、倒していって、できるか？どうだ？これ。やばい、最初に時間使っちゃったから。どうだ？アチャクイボーデンが、アチャクイ落ちちゃって、アチャクイ頼む。あ、惜しい。惜しかったマジか 96% 投下兵舎とかも出すのもっと早ければいけたわこれはい。じゃあね、そしたらね、花輪さんのね、ちょっとね、取れなかったんですけどね、やっぱ最近ね、シングルインフェがね、めっちゃ増えてる印象ありますよね。なんでかっていうと、まあね、前回動画にしたんですけれども、やっぱりね、ET ヒーラー、結局 ET にヒーラーついてしまうと、マルチインフェだと溶かしきれないから、でシングルが多かったり、あとはね、ボデヒーとかクイヒー対策でシングルにしてるっていうね、配置がね、もう結構多いんですよね。で、なので、こういう風にシングルインフェ3本の配置がね、あったりするんですけども、いや、惜しかったの。でもね、俺初めてやったのよ。初めてやった割には、結構良かったっすよね。結構良かったんで、この編成、皆さんもね、よろしければね、まあ結構刺さりそうな配置があればね、
よろしければやってみてください。で、ここでね、援軍処理で時間食っちゃってたの良くなかったっすね。で、あとね、東海兵舎もね、もっとね、素早くね、出すべきでしたね。意外と結構、普通のね、イエティ経験生でも良かったかもしんで、こうやってみた。いや、でもね、結構ね、シングルインフェと対地クロス4本なので、結構ね、陸に対してはもうめちゃくちゃ強い感じになっちゃってるんで、だったら、普通の編成でも良かったのかな、よく言えば。あと、ここのね、ウォーデンがね、ちょっとあんまり引っ張られてなかったのが少し謎かったんですけども、で、ここからね、霊場をかけていって、しっかりと真空をさせていきながら、でもここでね、もう夢中になっちゃってましたね。はい、もう夢中になっちゃって、東海兵舎すっかり忘れてた。東海兵舎ね、すっかり忘れて、もう入ってきたタイミングでもう東海兵舎すぐ落とせよって話でしたね。こうやってみると。で、ここでようやく東海兵舎をね、展開していって、で、中心部分のね、部隊たちはね、もう溶けきっちゃってましたね。ヒーローたちが、結構ね、ここら辺ですね、しっかりとイエティたち、イエティたち、ここからね、投石機に2つ。と、あと、ロイちゃんか。ロイちゃんの存在のせいで、結構イエティたちがね、旬どけしてて、俺のパンツのように旬どけしてたんで、まあ、あっという間にいなくなっちゃって、でもここのペッカビズたちがね、いい感じに仕事してったので、まあ、ここで、俺我慢できなくなっちゃって、もうバルーン展開しちゃったんで行かなかったですね。バルーンはね、もっと我慢してよかったかな。ちょっとペッカビズをね、守りたいっていうね、欲求が出ちゃってましたね。で、ここですね、しっかりとラバーハンドがね、出てくるのを待ってからやっておくべきでした。そうすればね、もうちょいね、バルーン残ってね、防衛施設とかもね、壊しきれてたと思うんですよ。だってもうね、ここまで来てね、もうこれだけの施設数だったんですよ。これですな。ちょっと。まあ、初めてやる編成、初めてやったにしては、まあまあまあ、結構 96% まで伸びたっていう感じではありますよね。で、これで、ラバーがた、これちょっと面白かったですね。はい、手も足も出ない、投石機。中心部分にこう真上に投げれないんでしょうね。仕組み的に真上に投げれなくて、で、投石機壊されてしまうと、で、パピー対ロイちゃんの形になって、意外とパピーの方が勝っていくっていう、ちょっと面白いリプレイになりました。で、これでね、いや、回収のユニットとかもね、もうちょい気を配っていれば前回ひょっとしたらワンチャンあったかなっていう感じでしたよね。ということで、今回はですね、新戦術、東海兵舎の中身、ラバーハウンドに入れてね、入れたイエティ犬の編成ね、こちらの前回リプレイと、そしてね、ちょっとね、自分もね、真似てやってみたっていう動画、お送りしていきました。いやー、前回までね、あともうちょっとだったんでね、刺さる配置でね、もうぶっ刺さりの可能性もありますんで、よろしければね、イエティ解禁するタウンホール12以上の皆様、やってみてはいかがでしょうか。まあ、タウンホール10、11でも、こう、ペッカボーラー系の編成でね、こう、東海兵舎にラバールとかっていうのもね、面白いと思いますんでね、突破兵器使える方、東海兵舎ね、もらえる方はですね、ぜひともやってみてください。で、こういう風にね、クラクラ動画毎日投稿していきますし、でね、こういった新戦術もね、動画にしていきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。